マックスフェルスタッペンオラクルレッドブルレーシング強和マシンが速いと確信がありましたそしてここは良いマシンで走るには最高のコースの一つなのです GP ジャンピエロ・ランビアーゼエンジニアとはいつもお互い正直に言い合っているだけなので今日はお互い笑って過ごしていたし彼との関係で心配することはありませんチームと共に連勝の記録を更新することができ みんなが願っていた以上に素晴らしいシーズン前半戦になりました。この勢いをこれからも続けて、サマーブレイク後のオランダ戦でも、力強いレースができることを願っています。セルジオ、ペレス、オラクル・レッドブル・レーシング、チームにとって、最高の日になりました。良いスタートを切ることができて、マックス、フェルスタッペンは、特に第2スティントで、良い追い上げを見せました。オーバーテイクをした後は、そのまま良いペースを最後までキープして、 勝利をチームに持ち帰ってくれました僕は難しいコンディションの中、11コーナーで滑ってしまい、その後はマシンとタイヤマネジメントに気をつけながらポジションをキープしました。2戦連続で表彰台を獲得できたので、これからも続けていきたいです。サマーブレイクを使って、しっかりと現状を把握し、リセットすることができます。マックスは素晴らしい仕事をしてくれて、チームの連勝記録が更新されて、チームにとって、 良いレースになりました。さらに、力強い後半戦を迎えられるよう、サマーブレイクを楽しみたいと思います。フェルスタッペンは、まさに、異次元の走りで、完璧な優勝。6番手からのスタートで、ペレスを抜いて、ペレスに、22秒の差をつけるという、とんでもない記録。しかも8連勝で10勝目。どこまで行くんでしょうね。とことん行ってもらいましょうという感じです。ペレスは、予選秒を克服し、 フロントト。ーからのスタート1周目にトップを奪うとフェルスタッペンに追いつかれるまでトップを守りましたまさに盤石というレッドブル次の戦いも胸のすくような走りを期待しています